アグネス・ジェダイとは日本中央競馬会に登録されていた競争馬である。馬名の由来は冠名のアグネスとスター・ウォーズシリーズで使われる用語のジェダイである。2009年2月までの担当調教助手は牧浦光則。2004年にデビューし4戦目の未勝利戦で初勝利を挙げた。しかしその後の3戦は惨敗し一勝馬として2歳シーズンを終えた。 2005年、アンドレアス・スボリッチが起場した3歳500万下の競争を7番人気ながらも勝ち、その後しばらく勝利こそなかったものの、兵庫チャンピオンシップ、ユニコーンステークスでは連続して2着となった。そして一戦奔走して迎えたサマーチャンピオンで勝利し、重賞初勝利を挙げた。この年は、ダービーグランプリ5着となった後に、東京坂を制して、 重賞2勝目を挙げるも、その後は2000は4着が最高だった。2006年、この年2戦目に、初の海外遠征となる、ドバイゴール電車ヒーンに、吉原博人が騎乗し参戦、6着に終わった。帰国後初戦の立冬ステークスこそ惨敗するも、先玉杯、北海道スプリントカップ、クラスターカップと、重勝3連勝を飾った。一方で、連覇を期待された。 東京坂月では7着という結果に終わり、続く JBC マイルでも7着に敗れた。2007年、日本で一走した後に昨年と同じくドバイに遠征した。ドバイゴールデン社品の前哨戦であるマハブアルシマールで5着に入って期待されたが、肝心のドバイゴールデン社品では10着という結果に終わった。帰国後初戦のサキタマハイでは5着となったが、 続いての北海道スプリントカップでは連覇を達成した。しかし続く東京坂月では4着に敗れ、その後の第7回 JBC スプリントでは惜しくも3着に、兵庫ゴールドトロフィーでは5着に敗れた。2008年ドバイゴールデンシャヒー品への追加選出馬となったことが2月28日に発表され、当初3年連続で出走することになっていたものの、 体調不良のため3月7日に出走自体を表明した。その後再びグリーンウッドへ放牧に出され、4月16日に帰球した。そして5月6日の柿ツバタ記念に出走したが、5着に敗れた。その後も埼玉杯では8着、北海道スプリントカップは3着、東京杯は4着と勝ち星がつかめず、続く。 武蔵野ステークスでは14着と大敗を喫した。その翌戦、カペラステークス7着を持ってこの年を終えた。2009年、この年は、新設重賞の東京スプリントのみに出走したが、いいところなく9着に敗れた。2010年、復帰戦となった、k 王杯スプリングカップでは先段追走も失速し、17着と、との負けを喫した。 続く天皇山ステークスでも同様の競馬でブービーの15着と惨敗した。休養を挟み、12月12日のカペラステークスに出走したがブービーの15着に敗れた。2011年ジャニュアリーステークスから始動・集団追走も失速し14着と惨敗した。続くネギステークスでは2番手追走も失速しブービーの15着と惨敗した。 2012年5月17日付で競争馬登録を抹消され、函館競馬場で乗馬となる。ありがとうございます。